12期、13期、14期の微妙な人間関係、はい、今のモーニング娘。の先輩後輩の上下関係はどうなってるの、森戸が移籍してきたことでさらに複雑化する人間関係を整理しよう。なるほど、ね、割とメンバー間では整理ついてるんですよね、正直。そう、まあ、12期は、まあ、12期としていて、でその下に13期の2人がいるけど、はいはい、14期として入ってきたちーちゃんは13期よりも先にデビューはしているので、はい、カントリーガールズとして、なので12期と一緒なんですよね、ちーちゃんが。だから14期だけど13期は先輩として接するっていうのが、はい、私たちの中でのルールですね、うん、まあ、ですけどやっぱりなんかこうカエディの方が研修生に入ってたのが長くて、でちーちゃんが実際入ってきたのはなんか後みたいなさ、はい、いろいろあるじゃない。私はその研修生の時にこう森戸さんがカントリーガールズとしてデビューをあのした時はすでに森戸さんのことは先輩だと思ってたので、そこには全然違和感を感じてない、だってよちーちゃん。でも私はなんかそのよくやることはよくやんって思うんですけど、こう加賀さんになっちゃうんですよ、どうしても。こう研修生に入ってないから余計だかもしれないんですけど、なんかこう先輩かなみたいな、先にハローにいるっていう意味ではね、確かに真ん中あるもんね、加賀さん。真ん中来ちゃうから余計。こうエリポンとかさ、ジュースジュースの宮本かりんちゃんとか、あ、かりんちゃんって呼んでるけど、うん、生田さんかな、そうそうそう、そういう関係なので、さゆきちゃんはエリポンだけどなんかその差は分かんないけど。なんか余計なこと言わない方がいいかもしれない。なんかちょっとよく分かんない、でも多分その人のキャラなんだと思うよ。あ、それもあるかもしれない。加賀とかはなんかちょっと貫禄あるから、なんか加賀さんって言いたくなる気持ちも分かる。でも芸能界のルールとしては先にデビューした方が先輩になるので、うん、そこら辺ははっきりしてると思います、うん、でもだからってやっぱり気をつけてほしいな、その上下関係がさ、なんかあ先輩だから立てなくちゃいけないみたいな考えにも移ったりするじゃない、うん、こう上の年上のメンバーがちーちゃんが加入したことによって可愛いねちーちゃん可愛いねっていうのはなんかお姉さんだからあるけど、みんなも最近一緒になってちーちゃん可愛いねっていう、そこは可愛いなんて言ってやんね、私の方が可愛いしって思ってていいと思うんだよね、みんなは。わかりました。わかりました、わかりました、ありがとうございます。どんどん出してこう、それいいと思う。ちょっとさ、森とさ、カエディって呼んでみようよ。カエディにカエディ、カエディにカエディ。一ついいですか、一つ言うと、一応今の場合は12期で13期ですか、研修生時代はあの一緒に入った時期なんですよ、でもちーちゃんは普通にマリアちゃんって言うんですよ、でも加賀さんじゃないですか。マリア、マキノ、だから言ったじゃん、さっきエリがやっぱキャラなんだ。違う、なんか、こう親しみ度合い、そういう。デビューが同期だから、ね、こうハロープロジェクトのコンサートとかで一緒にずっとやってたりしたから、その時にもうフラットにしようみたいになってて、それで分かったみたいな感じなんで、みんな何そう、みんながそうなってるから、ちーかっちゃんの目見て。いやほら、カエディ的には呼んでほしいんだよ、カエディって。カエディ、カエディ、マリアと一緒か、あかねあかね。だから私も多分そのカエディが入ってきた時は、カエディの方の研修生の先輩で加賀さんって呼んでたけど、カエデちゃんから呼び始めたから、カエデちゃんから呼んでた。なるほど、確かに、カエデちゃん。それに関しては普通に率直な感想なんですよ、もう。